コリン・カジム・リチャーズは、イングランド・ウォルサム・フォーレスト区、レイトンストーン出身の元トルコ代表サッカー選手。ダービー・カウンティ・ FC 所属。ポジションはフォワード。トルコでは、コリン・キャーズム・キャーズム・キャーズムと呼ばれている。トルコ系の母親を持つことで、トルコ国籍を取得。また、トルコ名のキャスムが、ミドルネームなため、当初は本名をコリン・カジ・リチャーズにする予定だったが、 イギリスの諸事情から二重生であるコリン・カジム・リチャーズとなった。クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC とアーセナル FC の下部組織を経て、ベリー FC の下部組織からプロキャリアを開始する。ブライトンホーブ・アルビオン FC、プレミアリーグのシェフィールド・ユナイテッド FC で、それぞれ1シーズンを過ごした後は、フェネル・バフチェ SK、トゥールーズ FC、ガラタサライ SK、オリンピアコス FC、 フェイエノールトといった欧州。代表としては、母親のルーツであるトルコ代表を選択し、2007年から2015年の代表引退までに37試合に得点を記録した。アンティグア島をルーツに持つ父親とトルコ系、キプロス人の母親の下に、イングランドのロンドンで生まれ、レートンストーンで12歳まで過ごした後、ウォルサムストーへ生活拠点を移した。 半分はムスリム、もう半分はキリスト教徒の家庭だったが、祖母は英語を話せず、片方の家族の第一言語はトルコ語であり、自身はサッカーを始める前の幼少の頃はトルコ系の学校に通っていたことで常にトルコを感じていた。イングランド時代、編集ベリー9歳です。ブライトンホーブアルビオンベリーから提示された2年の 契約延長を拒否し、2005年6月に移籍金25万ポンドで、フットボールリーグチャンピオンシップのブライトンホーブ、アルビオン FC と契約する。なお、この移籍金の一部には、リーグのスポンサーを務めるコカ・コーラが主催する、ウィン、A プレイヤー大会に優勝したクラブのファンの要望によって、賞金のほとんどが当てられており、そのためにカジム・リチャーズは、コカ・コーラキットと呼ばれた。 同2005から06シーズンは、主に後半からの途中出場からのプレーながらも、2006年2月のクルーアレクサンドラ FC 戦において記録した、ブライトンの通算リーグ戦得点数5000得点目を、含む6得点を記録した。翌2006から07シーズンは、フットボールリーグ1からのスタートとなり、引き続き、ブライトンで開幕を迎えたが、 ロザラムユナイテッド FC 戦との開幕戦で先発落ちをするとこの扱いに不満を持ったことで同試合において途中出場した際に試合終盤に交代を要求する暴挙に出るとさらに試合終了後に遺跡要望書を提出したこれにマークマギー監督から次のジリンガム FC に向けたメンバーに外された上で要望書を拒否の対応をされるもそれにもかかわらず 再度対談の意思を表明した。シェフィールド・ユナイテッド・バーンズリー・ FC を率いる、アンディ・リッチー監督をはじめ、ゴードン・シェパード会長から公に関心を寄せられるも、ブライトン側の要求額によって撤退となり、最終的に移籍史上最終費の2006年8月31日に、移籍金15万ポンドで、プレミアリーグ昇格組のシェフィールド・ユナイテッド・ FC と3年契約で合意した。 シェフィールドでは、11月の、ボルトンワンナラーズ FC 戦で、初得点にして、シェフィールドユナイテッドでの初得点を挙げたが、これが、唯一の得点となり、なお、プレミアリーグでのプレイ経験はこのシーズンのみとなっている。フェネルバフチェ、編集2008年、フェネルバフチェ SK 時代のカジムリジャーズ2007年6月15日。 スーペルリグの競合フェネルバフチェスケート4年契約を締結する。フェネルバフチェでは2007から08、2008から09の2シーズンはローテーション選手としてだったが2008年4月2日にチェルシー FC との UEFA チャンピオンズリーグ2007から08準々決勝第一戦においてメフメトアウレリオのパスに反応し相手 d f 陣をかいくぐって 貴重な同点を挙げる活躍を見せると、2009から10シーズンはクリストフ・ダウム監督の下で先発に定着した。その一方で、同シーズンのイスタンブール・バシャク・シェヒル FK 戦において、交代でベンチに下がった際に、自チームのファンと口論となっており、2009年11月21日のベシクタシュ JK 戦では、審判への抗議により、 レッドカードの退場処分から4試合の出場停止になると、決して順風満帆とは言えずにいた。また、出場停止中にもかかわらず、カスムパシャエスケセンがあった日に、同僚のアンドレ・サントスと共にナイトクラブに繰り出していたことが判明しており、当初クラブ側は、この報告を公式発表で否定したものの、翌日に写真が出回ると声明を撤回した。 出場停止解除が迫っていた12月下旬に交通事故で右手首を骨折し復帰が遠のいているトゥールーズへの期限付き遺跡2010年1月20日にリーグ1のトゥールーズ FC と半年の期限付き遺跡で合意するリーグ戦初出場を飾ったルマニ FC 戦において初得点を挙げる好調な出だしを切り出場の多くで先発を務めたものの 完全遺跡の際の高額な遺跡金が障害となり、シーズン終了後に完全遺跡のオプションが行使されず、フェネルバフチェへの帰還が決定した。ガラタサライ、編集に 2, 2シーズンの在籍で35試合7得点を記録した。オリンピアコスへの期限付き遺跡2013年のカーディフシティ FC 戦における、 ブラックバーンローバーズ FC 時代のカジムリチャーズ2012年1月14日のカルデミルカラビュックスポルセンでのプレーをサポーターに批判されたことから遺跡を志願し1月31日にギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC と2012から13シーズン終了までの期限付き遺跡で合意するオリンピアコスでは低パフォーマンスのみらず2月のパッチテッサロニキ戦で 相手ファンからバナナを投げられる人種差別行為に遭うとうまくいかなかった。ブラックバンド・オーバーズへの期限付き遺跡、オリンピア・コスでオプションが行使されずにガラタサライへ復帰すると遺跡先を求めて7月にはイングランド一部のウエストハム・ユナイテッド FC のトライアルに参加してプレシーズンの親善試合に出場しており、最終的に不祥離脱中のレオンベストの代役として8月10日に イングランド2部のブラックバンローバーズ FC へ期限付き移籍で合意した。初出場となったプレシーズンの親善試合におけるコークシティ FC 戦で2得点を挙げる印象を残し、2012から13シーズン開幕戦の8月18日にイップスウィッチタウン FC 戦で初得点を挙げる好調な出だしを切った。2013年2月12日、 ファルマースタジアムでのフルズ・ブライトン戦において相手ファンに対してホモフォビアのジェスチャーをした疑いで治安法1986第5説によりサセックス警察に逮捕されると2014年1月14日と15日にブライトン治安判事裁判所で裁判が行われ4月に有罪となったブルサスポル編集2013年9月4日に遺跡金25万ユーロで トルコ一部のブルサスポルと4年契約を締結する。フェネルバフチェ時代に指示したダウム監督のもとで主に右サイドを務め、トゥルキエクパスのあだ名でミルスポル戦で公式戦初得点を挙げた。フェーノールトへの期限付き遺跡ブルサスポルで16試合に出場し、2014年2月22日のチャイクルリゼスポルを最後に出場機会が訪れなかったカジムリチャーズに対し、 対談したグラツアーのペッテの後釜を探していたエール、ディビジヌ・フェーノールトから期限付き遺跡のオファーがあり、8月15日にシーズン終了までの期限付き遺跡で合意。なお、この遺跡はフェーノールトの OB であるピエール・ファン・ホイドンクの推薦により実現している。それまでの得点数や右サイドを主戦場としていたことでペッレの後釜として疑問符を持たれていたが、 デビュー戦となった9月13日のビレーム2とのリーグ戦で途中出場から初得点を挙げ、3試合目のゴーアヘッドイーグルス戦では、フェイノールト編集2015年4月28日に期限付き遺跡で加入したフェーノールトにフリーで加入することが発表された。ブラジル時代、編集2016年、翌年1月6日、SC コリンチャンスパウリスタに2年契約で加入する。 ことが発表された。メキシコ時代、編集2018年7月、メキシコリーガ MX のロボスでラブップに加入。その後、ティブロネスロホスでベラクルスでのプレーを挟み、2019年11月26日に CF パチューカに遺跡イングランド復帰、編集2020年10月15日、ダービーカウンティ FC とシーズンいっぱいの契約を結んだ。 2012から13シーズンに、ブラックバーンでプレーして、以来のイングランド復帰となる。イングランド生まれのため、イングランド代表や父親のルーツである、アンティグアバーブーダ代表としてもプレーが可能であったが、イングランド側から接触はなく、最終的には、母親のルーツであるトルコ代表を選択。トルコ U-21 代表として、2007年3月24日の、 U-21 スイス戦で初出場及び初得点を記録し、同カテゴリーで合計5試合に出場した経験がある。A 代表でもトルコ代表を選択することを宣言すると、2007年5月24日には UEFA ユーロ二2008予選のボスニア・ヘルツェゴビナ戦と親善試合のブラジル戦へ向け、ファティテリム監督によって初招集され、 6月5日のブラジル戦において、トルコ A 代表初出場を飾った。その後、ユーロ2008予選で出場することはなかったものの、本大会の登録メンバーにサプライズ選出され、準決勝までの前後試合に出場した。2011年8月10日、トルコテレコムアリーナでのエストニアとの親善試合において、代表初得点を含む2得点を挙げた。 ペネルバフチェオリンピアコスガラタサライセルティックコリンチャンス。ありがとうございます。